Ooh, velvet room. What the hell? Why are we doing here? Okay, this place. Welcome. It's been quite some time. No, actually, yeah, it has. I haven't been there in a while. Seems you've been called to the Velvet Room. ご心配めさるな。現実のあなたは眠りについていらっしゃる。私が夢の中にてお呼び立てしたのでございます。Very nice. いかがでございましょう。謎の解決に徐々に近づいておられますかな。Yeah. 大変結構。季節は移ろい。The season has changed, but your future is not yet closed. In time, the path will open to you. Our true reason for you here is to provide a new form of assistance to help you to achieve just that. Ooh, what are you going to do for me? What are you going to do for me? Have been.使いこなしていらっしゃいますかな。私が力添えをいたしますのは、新たなる上位の合体、四神以上のペルソナ合体。Four more personas at once。あなたならば必ずやより良い力とする。Oh, oh yeah. New type of fusion is now available. Oh God, yes. さて道のりもやがて佳境。We'll soon reach the climax.And as a result, main challenges which cannot most interesting. We'll be meeting tomorrow, damn it. I want to try the new persona fusion thingy. Yay! Wonder what would happen if I fused them all that I have. I need to register them first, though.Hey, what's up, Yosuke? Come on, push the button, there we go. I still can't believe it, our homeroom teacher was killed. I didn't get that much sleep yesterday. How about you? You alright? I'm depressed. That's just not anyone feel that way. That doesn't mean we're gonna get a new homeroom teacher. I wonder who it'll be. I'm pretty sure that won't be able to find anyone worse than King Moron.I wonder who we actually are going to get. If it's the investigator, I'm not going to be happy. The classroom is bustling. Moron King for real? If it's on TV, it must be true. Ooh, hello. New class teacher's time.知ってると思うけど、諸岡先生が亡くなられたので、私が代わりにあなたたちのお相手をすることになったわ。You can take very good care of me, please. はい。じゃあまず、諸岡先生に黙祷を捧げます。はい。じゃあ目を閉じて。No. Open your eyes again. はい。もういいわよ。Huh?諸岡先生に恥ずかしくないよ。張り切っていくわ。来週の定期試験もちゃんとあります。Damn! こういう時こそスケジュール通りに仕切らないとね。It's times like these schedule is most important. あなたたちも大変よね。でも大人になってくってそういうことよ。I know. 果てしなくうぜ。モロキンから柏木ってどんな濃い味のコンボだよ。それと、一応言っとくけど、I get after school. 一年に例のアイドル、久慈川さんだっけ、入ったけど、テレビで見るのと全然違うから、She's nothing like she seems to, so don't get your hopes up. Okay. 何がアイドルねえ、ただの尻の青いガキじゃないの。What? んだよ、あいつ。対抗意識ってこと？どうかね、リセチの勝ちだろ。てか柏木、地味に40過ぎって噂本当か？ You can hear classmates gossiping, blah blah blah. リセチの入学、モロキン生きてたら結構喜んだかもな。
この間本屋で店の写真集買ってんの。They saw him buying. いるって話だし。Bloody hell. いいようにむっつりっぽいなそれ。けど、ムカつくやつだったから。Hell, I mean, but I feel bad that he got killed. Obviously. あ、そういやさ、知ってる？リゼチーのストリップ番組の話。あ？ストリップ？そんなの出たらマスコミ大騒ぎだろ。マジなんだって。けど結局脱ぐ前に電波変になって見れなくなってさ、ほら噂の真夜中テレビだよ。お前バカじゃね？あんなん信じてんの？どうせ寝ぼけてただけだって。You were dreaming it。真夜中テレビ広まってきてるね。早いとこ解決しないとな。とにかく今日は集まろうぜ。放課後開けとけよ。Okay. After school. Oop, and I've just dropped my pen. Finals are next week. Oh god, no more tests. しょっちゅうだろ。うっさいな。花村に見せたことないっしょ。けど知恵は赤の科目以外はいつも平均点以上だよね。そこフォローになってないから。Just very, yeah. メリハリよメリハリ。リセちゃんまで。違うの、ごめんなさい。私新しい学校でもどうせ当分は友達うまくできないって思ってたから。きっかけが事件なんかじゃなきゃ。Too bad we met under such awful circumstances. She's got a point. てかそう、事件の話だけど、今回のモロキンの件、どう思う？夜中の番組に全然映んなかっただろ。もしテレビの中に入ったなら、クマがわかるはずだよ。前より鼻効かなくなってきてるけど、それくらいは間違えないクマよ。けど、死体見つかったのまた霧の日だったんでしょ？現場の様子も山の姉や小西先輩と同じだったってニュースで言ってたし、犯人の動機本当何なのかな。Just put the blame onto us because we're in the class and he knows we're pissing him off by stopping it。モロキン恨んでるやつなんざ数えきれねえ。でも確かテレビで話題になった人が狙われるんじゃなかった？テレビ見て狙い決めてるなら被害者と面識ない犯人ってイメージだけど、そういうタイプは動機なんて考えても意味なさそう。会ったこともないのに意味わかんない理由で恨んでくる人、世の中にはいっぱいいるし。ああ、リセちゃんが言うとそういうのリアルだね。けど、モロキンの場合、真夜中テレビだけじゃなくて、普通のテレビにも出てなかったしな。まあ、全然わからん。しかしうちの高校から続けて2人か。警察うちの人間に目星つけて目光らしてんだろうな。俺白状するとさ、正直心のどこかでモロキンのやつが犯人かもって思ってたことはあんだ。うちから2人目って言うけど実際はもっとだろ。それにあいつ死んで当然とか何度も言ってたことあったしな。けど疑って悪かったなってムカつくやつだったけど、こんな死に方ありえないだろ。モロキンだけじゃねえ、かわいそうっつうかなんつうか、とにかく犯人許せねえよ。モロキンのためにも私たちにできることをやるしかないよ。こうなるとうちの学校になんか関係あるってのが今んとこ有力でしょ。なら私たちで手分けして。その必要はありません。おめえ。諸岡さんについての調査はもう必要ありません。なんでよ。容疑者が固まったようです。ここからは警察に任せるべきでしょう。なんでなこと、お前が。僕が県警本部の要請で来ている特別捜査協力員の探偵だからです。
なんだそりゃ。容疑者固まったって誰なの？僕も名前は教えてもらっていません。容疑者は高校生の少年ですから。メディアにはまだ伏せられていますが、皆さんの学校の生徒じゃないようです。ただ今回の容疑者手配にはよほど確信があるみたいですね。今までの事件と問題の少年との関連が周囲の証言ではっきりしているそうです。逮捕は時間の問題かもしれません。無事解決となればまたここも元通りひなびた田舎町に戻りますね。容疑者は高校生？そうか。で、お前は何しに来たんだ？伏せられてるんだろ？なんでわざわざ知らせに来た？皆さんの遊びも間もなく終わりになるかもしれない。それだけは伝えておいた方がいいと思ったので。It's not a game to us. 関わったことは否定しないんですか？まあいいでしょう。僕もこれ以上どうこう言う気はありません。遊び？遊びはそっちじゃないの？探偵だかなんだか知らないけど、あなたはただ謎を解いてるだけでしょ。私たちの何を分かってるの？そっちの方が全然遊びよ。こっちは大事な人殺されてんだ。遊びでできるかよ。それに約束もしてるしな。ユウスケ。遊びか。確かにそうかもしれませんね。何よ、急に物分かりいいじゃん。そっか、容疑者固まったのになんでこんなとこブラブラしてんだと思ったら、容疑者分かったらお払い箱なのか。で、寂しくて来てみたとか？探偵はもともと逮捕には関わりませんよ。それに事件に対して特別な感情もありません。ただ必要な時にしか興味を持たれないというのは確かに寂しいことですね。もう慣れましたけど。謎の多い事件でしたが、意外とあっけない幕切れでしたね。じゃ、もう行きます。何なの？言いたいことだけ言って。容疑者上がったって本当にこのまま解決なのかな？I say no personally, but that's just me. You decide to call it a day. It's surprising they have someone though. I wonder if the old fart knows anything. Okaeri! He's not here, so... Anyway, I'm gonna end this little... There's an alarm clock inside ticking away. Flash this morning, you left it alone.Okay, is anything else catch my eye? No. Well, I'm going to save it here and end this little recording session, and I'll possibly get back to this tomorrow. Well, I'll try the... Okay, no, I'm not going to stop... Actually, am I not? I don't know, because I want to try the four or more combination of personas. There's so many more I could play around with and say hello to and see, and...I can give them... Oh god, no. This is turning into Monster Rancher. Sorry, I have an addiction to the Monster Rancher games. It's the same as Pokemon, but... Yeah. Enough of Pokemon and Monster Rancher. Just to let you know, I actually plan to play one of the Pokemon games, because there's still one thing. I've never actually completed the Pokemon game.And whatnot, I've always literally just gone around, collected monsters, fighting, got to the highest level, but I never actually finished the game. I never knew how to finish the game. I think I've got all the badges before. Not too sure though. Anyway, yeah. I'm going to be playing that again at some point. I already have all that set up. I'm getting stuff sorted for it now, so yeah. Anyway, I will leave you people here. I'm going to save again because I don't trust myself. And I will see you...in the next episode, whenever that may be. Thank you very much for watching. Comment, rate, subscribe, and I hope you enjoy watching this, because I enjoy playing it.